はい、沼須です。今回はね、今日の、土曜日の12時に、パープルアプリ公式からフリート強化の再強化ルートが、正式に決定いたしましたということでね、そのお知らせとともに、これからのスケジュール、日曜日の12時に新キャラの性能公開、そして月曜日に、強化ルートが来るって感じなんですけど、その前にね、新キャラが発表される前に、サムネタイトルにもある通りフリート強化で強そうなキャラクターっていうのを紹介していこうかなと思っております。フリート強化、2回、フリート環境っていうのは来てる中で、ある程度強いキャラっていうのは割と出てきているんですよね。前回の強化から今までそのキャラをね、洗い出しつつ、どんな感じなのか、これを参考にしつつデビューガチャを引くべきかどうかっていうのを指針にもできるんじゃないかなということでやっていこうかなと思っております。その前に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。忘れてた。毎動画やることにします。登録者数1000人が目標なんで、とりあえず1000人になるまでこれはやりますということで、鬱陶しいと思った方は10秒スキップでも何でもしてくださいということでね、やっていきましょう。はい、もうね、ちゃんとスライドを作ってきて、ちょうどね、スライドを作ったのが午前中で、ちょうど12時に最強化ルート来るよみたいに言われてたんで、これは良かったっすね。ちなみに、ここの強そうなキャラクターまとめのサムネについては、これはね、前回の強化ルートのサムネと、あと、超初期のフリート環境の時のサムネです。一応、何貼るかと思って、とりあえずこれ貼ったんですけど、古いね、本当に古いや。ということで、その前に基準です。まず、それぞれ打撃、筋力、走塁、肩、そしてその他で分類するようにします。一応、守備とメンタルも強いキャラはいるとは思うんですけど、あまりにもキャラが少なかったんで、これに関しては除外させていただきました。その他ってことで分類させていただきました。そして、前提の知識として、まず、鍛錬と二刀流がめちゃめちゃ強い高校になってます。鍛錬二刀流だと、船積みタックでの経験点がめちゃめちゃ伸びるようになっているので、そこら辺も考慮してますね。そして大事な基礎ボーナスは、基礎ボーナスというかボーナステーブルは得意練習率アップ。まずこれが超重要になってます。そしてやる気効果アップ。これはね、経験点を伸ばすための、重要な要素になるのかなと。そして役割ですね。役割、今回フリート高校、役割っていうのはめちゃめちゃ大事になっていきますね。役割って何なのかっていうと、バウンサーとかガードとかレンジャーとかね、そういう役割がね、それぞれキャラクターに付与されてるんですけど、その役割と得意練習の組み合わせっていうのが今回のフリート高校では最重要になってくると思います。で、注意点なんですけど、前回前々回の環境を参考にしたような感じなので、例えば今回の強化内容で出向先の高校がガラッと変わりますとかであったら、それはそれでまた変わってくるかもしれないですし、でオリジンサクセスっていうのがね、時期にやってくる中で、例えば金徳の査定が一番大事だよってなったら、それを見るべきですし、そういうオリジンサクセスで何が変わるのかって自分全く分かんないんで、そこら辺も考慮しつつって感じになるんですけど、さすがにそこら辺は予想できることではないので、前回前々回の評価内容を参考に、単純にそこから予想して強そうなキャラクターっていうのを割り出していけたらなと思っております。ということでね、やっていきましょう。まずは打撃ですね。で、自分の持ってるキャラクターの中で打撃っていうのを洗い出してみたんですけど、自分のキャラクターのストックっていうのもありますし、単純に思ったよりキャラが少なかったっていうのが印象です、全体的な。ということで打撃ですね。こちら打撃、まずは猪之助です。猪之助はね、こちら鬼滅の刃コラボで登場したキャラクターなんですけど、一応打撃の二刀流になってます。で、打撃で強い役割はバウンサーです。なんでバウンサーが強いのかというと、出向先の高校で打撃でバウンサーの高校が多いからですね。なんで猪之助が、まずは第一紹介キャラ猪之助、得意練習率アップが 20% ありますね。それが強いって感じになってます。そして筋力ボーナス8を持っていて、で、保有ボーナスで精神ボーナスを持っているって感じなんで、打撃練習って筋力、技術ボーナスは割とあるんですけど、精神ボーナスっていうのがね、持ってるキャラクター少ないので、ここで精神ボーナスを保有で持ってるっていうのは安心なのかなと。他にも補給上限アップ8もありますし、で、筋徳に関しては重戦車大打撃と、被らないですね。被らないんで、ここら辺も強いんじゃないかなと思っております。そして炭治郎、これがね、個人的には一番熱いのかなと思います。得意練習率アップ 40% あるんで、
これがね、どんだけ輝くかっていうのが個人的には楽しみになってます。で、ミート上限アップ、総力上限アップ、そして精神ボーナスを10も持ってくれているので、まあ、猪之助の時も言ったんですけど、まあ、それよりも多い精神ボーナスを持ってるんで、これも期待ですね。個人的には炭治郎があるんじゃないかなと。で、金徳でアンダー製造機取って、まあ、この後紹介するキャラクターと、まあ、二次特化することもできるので、そこら辺も強いのかなと思います。そして、五条。まあ、五条は、まあ、単純にキャラクターのスペックが高い枠として、まあ、今回入れてみたんですけど、まあ、練習効果アップ20の得意練習列アップが 20% かな。うん。でもね、ちょっと昔のキャラなんで、金徳が1個しか取れないっていうのが、まあ、どうなるのかって感じです。まあ、そんな感じですね。そして、ジャスミン・ビトーと。ジャスミン・ビトーは、まあ、こちら、まあ、覚醒持ってるキャラですし、PSR50 にすれば練習効果アップ50とかいうね、めちゃめちゃ高い値を取ることができるので、まあ採用圏内なのかなと思います。で、金徳でアンダー製造機取ってるので、まあ猪之助と、まあもしくは他のキャラクターと合わせることもできますと。この純粋な打撃鍛錬キャラであれば、まあ尾藤がめちゃめちゃ強いのかなと思っておりますね。まあ PSR 覚醒もありますしね。そしてその他のキャラなんですけど、他にはあんまり個人的にはうんって感じですね。まあ石沢がいるって感じはまあ強いね。石沢は強いんですけど、どうだろう。石沢も強い。まあ強いけどレベル次第っていうのもありますし、まあ他見てみればまあどうだろうって感じですね。役割にして、打撃。これで打撃に絞り込んで個人的にやったんですけど、まあ、天音がね、前回の環境使われたねってぐらいで、まあ、それでもかなり無理して使ってましたし、まあ、赤原ね、赤原もありだね。ありなんですけど、いや、ありか。いや、なしだな。まあ、性能見たら強そうなんですけど、こいつ得意練習率アップあるっけ ?PSR 覚醒であったら申し訳ないんですけど、まあ、あんまし期待はできないですね。で他にも、まあ、キャラクター出てくるんですけど、もう打撃鍛錬ってキャラが出てきてないので、まあ、こういう感じのキャラクターになってるのかなと。思ったより少なかったねって感じですね。割と打撃のキャラクター増えた印象なんですけど、打撃バウンサーに関して言えばあんまり増えてなかったんで、個人的には炭治郎が一番最有力なのかなと思います。そして次、筋力ですね。筋力の方が多い気がする、本当に。まずはこちら、ルーカス・ジョンソン。得意練習率アップ 25% を持っているキャラクターですね。で、金徳が、一応この精神的支柱もしくは、球界の頭脳ミラクルボイスを持っているので、補修育成だとめちゃめちゃ使いやすそう。そして、やる気ボーナスアップが、まあ、150をレベル50で取ることができるキャラクターになっているので、まあ、レベル50とかであればめちゃめちゃ強力なキャラなのかなと思うんですけど、まあ、このキャラクターサイキッカ高校向けのキャラクターなので、まあ骨イベント率に特化したような性能になってるんですよね。なんでそこら辺がフリート高校に噛み合うのかっていうと、あんまし、まあフルパワーを発揮できないのかなと思います。そして次、ドーマン・リサですね。まあこっちのキャラクターの方が個人的にはあるんじゃないかなと思います。まず練習効果アップがレベル45で 20% 持っていて、得意練習率アップが 20% 持っていると。そして、金徳で思考金徳を持ってて、で、それ以外にもね、思考以外にも逃げ道をちゃんと用意されているので、まあ、これがね、結構強いんじゃないかなと思います。で、ちゃんと、まあ、筋力の、まあ、まあ、正当に強いキャラクターなんで、まあ、このキャラが筋力枠になるのかなと、個人的には思ってますね。そして、シュバリエ。シュバリエに関しては、めちゃめちゃ練習効果アップが高いってキャラクターですね。特に練習率アップは 20% あります。で、練習効果アップが、この覚醒で 20% あって、んで、それプラス普通に、固有で持ってる、固有で持ってますし、で、その他にも練習効果アップあったっけ？レベル？あったかな？あ、いや、でも、50% ってこれ書いてるけど、50% なのか？覚醒で、練習効果アップ 20% で、固有で練習効果アップ持ってると。なんで 50% じゃないよ、これ 30% かな。まあとりあえずめちゃめちゃ高い値で持ってるので、まあこちらシュバリエもね使えるんじゃないかなと思います。ただしね、まあ球界の頭脳、まあこちらも
こういう感じになってるんですけど、まあ一応下に逃がすこともできるんで、シュバリエ高いレベルで持ってるよって人はおすすめなのかなと思います。でそしてサイガですね、求道者サイガ、まあ葵の影に隠れたかわいそうキャラクターなんですけど、一応ねこちらフリート効果、フリート強化、フリート強化で強そうな、まあ、性能を持っていて、得意練習率アップ、得意練習率アップが 20% あると。そして、まあ、筋力ボーナスはまあ持ってるんですけど、であと覚醒を持ってるんでね、確かこれ下の方技術ボーナスだったっけ、まあ、とにかく、まあ、強いキャラクターになっているので、まあ、PSR とかで持ってる人は求道者、求道者サイガもありなのかなと思います。で他のキャラクターだと新海いろはですね、こちら固有キャラクターになっているので、この新海いろはを使うこともまあ割とできるんじゃないかなと思います。で筋力はね、激戦区の割にはね、筋力ってあんまし使わなかった印象があるので、まあどうなんだろうねって気持ちはあります。ただまあ前回と違って架空集客力、調整力っていうのがありますんで、筋力いっぱい稼いでそれをまあ調整力にペイできるのであれば、まあ筋力キャラクター複数枚入れてもいいなと思うんですけど、まあ個人的に一番熱かったのがこの筋力なんで、この中で全部使えないっていうのはね、かなりちょっとショックですね。割と筋力に強いキャラが固まってたんでね。なんで個人的には一番最初に使うのはドーマンなのかなと。まあドーマンかシュバリーだね、使うとしたらって感じになりますね。まあレベルの高い方を使えばいいのかなと思います。そして次、走塁ですね。走塁に関してもまあ強いキャラ増えましたと。まずアイリス。まあこちらが最有力なのかなと個人的には思います。まず精神ボーナスめちゃめちゃ高いのを覚醒で持ってますし、それプラス精神、あの筋力ボーナス、そして練習改革あると。そして肝心な得意練習率アップはというと 25% を持っていますと。これがめちゃめちゃ強いキャラクターになってます。で筋トクを見てもまあちょっと祝福とホームランフィーバーが、まあ、若干誰かと被りそうな気がするんですけど、普通に強いキャラクター。そしてやる希望のサップも 100% 持ってるので、まあ当日の、まあ、走塁枠は、まあ僕はアイリスの方を採用するのかなと思ったりしてますね。なんでアイリスがまあ第一条件と。そして次、サンタ教の小筆。まあこちらエジプト高校で活躍したキャラクターなんですけど、まあ、ボーナスもちゃんとしておりますね。やる気効果アップが 150% 持ってると。150% を持つことができて、で、得意練習率アップに関しては固有分持ってるので、まあ、10% かな、20% かなってぐらい持ってますと。こちらも強いキャラクター。で、総力上限アップを持っているんですけど、まあ、練習改革とか特にないんで、そこら辺は注意点って感じですね。で、筋トクを見ると、まあ、代打の神様がちょっと怪しいかなってぐらいね、うん、誰かと被りそうだなって気がするんですけど、まあ基本的には大丈夫な組み合わせをしていますね。なんで次サンタ今日の小筆。そしてキルアですね。こちらキルアはあのフリート高校でめちゃめちゃ強かった縦橋とね同じテーブルになっているので、まあもちろんフリートでも強そうだなって感じですね。特に私立アップが 30% あると。そして精神ボーナスもね、こちら持っているキャラクターなので、そこら辺も強く使えるのかなと。そして練習効果アップもちゃんとありますと。ただね、弱点としては少し昔のキャラクターなんでね、洗礼の一撃しか取れないので、まあ、キラーを高いレベルで持っていたら、まあ、全然使えるってレベルなんですけど、低いレベルで持っているのであれば、まあ、無理して使う必要はないのかなと思います。まあ、やっぱり昔のキャラクターっていうのは、ちょっとしんどい方になってますね。そして、富岡義勇、こちらね、まあ、めちゃめちゃ強いキャラクターになってます。性能としては、得意練習率アップが 25% あると。で、やる気ボーナスも 100% あると。いうのが、まあ、まず強いと。ボーナステーブルとして強いと。そして金徳でね、アンダー製造機を持っているので、まあね、前回というか少し前に、まあ、何分か前に登場、紹介したアンダー製造機持ちのキャラとね、まあ、合わせることができると。まあ、炭治郎とか尾藤とね、だから炭治郎、義勇コンビが、もしかしたらフリート高校を支配するみたいなこともあるかもしれないですね。って感じで、まあ、強そうなキャラクターなのかなと思います。他にはこの走塁の枠ではね、もともと強かったこの縦橋ってキャラがいるんですよ。なんでもしね、明日のまあ新キャラ紹介とかで別バージョン縦橋が出たら、まあ縦橋を使うことになるのかなと思うんですけど、まあわかんないですね、正直。まあわかんないんですけど、縦橋が出ないとしたらアイリスが一番強いのかなと思います。で時点で個人的には富岡が強いのかなと思ってますね。なんでそこら辺はまあ当時2人ともサクセスをやってみてって感じですね。でこのね走塁のキャラクターに関しても、まあ、あまり多く採用する枠ではないので、
まあ2体以上使うことはあまりないのかなと思うんで、そこら辺がちょっともったいない気はしますね。で次行きましょう。次は肩ですね。肩で強い役割は、スナイパーですね。なんでかっていうと、スナイパーは精神を稼げるようになっていて、でまあ肩は精神を稼げないので、そこでまあ経験点稼げるっていうのもありますし、まあ単純に肩スナイパーの出向先が多いっていうのもあります。でこれは3キャラしかいないね。まあ4キャラいるんですけど、ここにいるのは3キャラと。まずはドレス知らせ。得意練習率アップが 25% あって、やる気ボーナス、やる気効果アップが 100% ありますと。まあここは強いのかなと思います。でちゃんと基礎ボーナスを持っていて、まあ金徳でね、まあちゃんと被らない金徳を持っているので、無難に強いキャラクターですし、まあレベル高いレベルで持っている人も多いでしょうしね、そこら辺で強く使えそうなのかなと思います。そして五分、まあこいつですね。自分が使いたいのは、得意練習率アップが 40% ありますと。まあこれが単純に強いと。んでまあ潜在能力もちゃんと肩上限持ってますし、まあその他のボーナスもちゃんと高くなっているので、まあ五分がめちゃめちゃ強いのかなと思ってます。ただね、五分の弱点を言うとすると、出向先でマントル高校が今まで2つの高校ではあったので、それを見るとね、まあ五分、まあ、がまあデッキに編成している以上、マントル高校には出向できないということは、まあ一つ注意点なのかなと思います。でもそれ除いてもね、めちゃめちゃ強い性能のキャラクターになっているので、まあ五分を高いレベルで、ちゃんと高いレベルで持っている人はそれを使うのがありなのかなと思います。工場で言えばケヘアリですね。こちらも強いキャラクターになっていて、得意練習率アップが 30% 持ってるんですよね。まあレベル40なんですけど、得意練習率アップが 30% あるんで、そこら辺もめちゃめちゃ強いと。で、金徳もある程度被らないので、こちらも強く使えそうなキャラクターなのかなと思います。そしてね、上下左右ですね。まあ自分引いてないんで持ってないですけど、得意練習率アップ 20% と、で、固有部も持ってるので、まあ強く使えるキャラクターなのかなと思います。かな、うん、まあその4キャラですね。うん、で一応外野育成をするのであれば、まあ自分はね、やけくそミキサーで溶かしたんですけど、寺道がねいるんで、寺道ってね、もともとフリート高校の初期の段階、初期フリート高校のあの追加キャラでフリート高校で強い枠で採用ってか登場したキャラクターなので、まあ外野を育成する人であれば、まあ寺道をね、まあ使ってみるっていうのも、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。適性はちゃんとあるんでね。そして次、それ以外になってます。まあどういうことかというと、まあ2種連キャラクターですね。まあ2種連はね、単連より強くは使えないんですけど、それでもね、性能が高ければ単連のキャラを押しのけるっていうのも今までのフリート高校でありました。まあ代表例で言うと野球マンですね。こちら野球マン途中で登場したキャラクターなんですけど、まあ、普通にね、性能が強いんで、こちら野球マン5号、うん、普通に性能が強いんで、テンプレートで使ってる人も普通にいました。他にもあまねかねんですね。こちらも性能が普通に強いので使ってる人もいましたって感じで、2種連でもね、使われるキャラクターっていうのはいると思うんですよ、無理してでも。それはこのスペック高高軍団ですね。こいつら全員スペック高いんで、で、まあ、1人だけちょっと例外いるんですけど、紹介していこうかなと思います。まず、佐伯です。こちらはまあ大津高校で登場したキャラクターなんですけど、めちゃめちゃ性能高いので普通に使われてもおかしくないですね。で守備上限アップ、補給上限アップで、得意練習率アップが 35% 持っていると。で金徳はまあ被らないでいいですね。まあ、知らせとね、基礎本能が被っちゃうので、そこら辺は注意なんですけど、精神ボーナス、技術ボーナス8を持ってて、まあ強いですね。でもまあ一つ難点を言うのであれば、まあレベル45だと得意練習、練習効果アップが 10% しかないのは少し心配ではあるんですけど、それでもね、性能めちゃめちゃ高いので、まあね、二刀流鍛錬が強いという枠を押しのけて入ってくる可能性っていうのはありますね。でそしてイチローですね。イチローもね、まあ強いキャラクター、まああまねかれんが使われたように、そのね、今上位互換の性能をしているイチローもね、普通に使われてもおかしくないですね。まあ、得意練習率アップ 25% を持っているキャラクターなので、めちゃめちゃ使いやすいキャラクターですと。で金徳もまあ精神的支柱がちょっとルーカスと被りそうなのが心配なんですけど、使わないのであれば全然問題ないという感じで、イチローも超ハイスペックキャラクターです。そして西矢田雷一ですね。まあこちらはね、まあこちらも大津高校で、まあぶっ壊しキャラクターとして登場したんですけど、まあオーバースペックですね。得意練習率アップがまあ 15%
なんですけど、練習国家アップが35、そして3種のキスボーナーを持っているキャラクターなんで、まあキャラクターとして申し分ない性能と。でこちら、まあ金徳が申し分ないので、どうだろう、西田大地使えるのかな。一応青なんですよこいつ、バウンサーの枠で役割としては肩と守備両方合ってないんですよね。守備の役割がガードが一番合ってるので、そこら辺少し心配ではあるんですけど、無理やりでも使う人はあられそうな気はします。ってぐらい強いオーバースペックキャラクターですね。そして並木ですね、プレイヤーの案内並木。こちらもね、得意練習率アップ 20% で、練習効果アップが 40% というね、めちゃめちゃ強い値を持ってるという感じなんで、こちらも使われてもおかしくないですね。まあ代打の神様がちょっとかぶりそうなのが心配ですけど、って感じでね、こちらまあ大筒高校組がね、まあね、いつでも虎視眈々と、まあ、テンプレ入りを狙ってるって感じなんで、こいつらが入ってもおかしくないと。そして合わせですね、めちゃめちゃ強いです。自分はこいつ使います。多分こいつ二刀流扱いだね。うん、まあほぼ100二刀流扱いなんですけど、まあフリート高校固有キャラ、そしてはい、得意練習率アップが、まあ、驚異の、まあ、45%、 そしてやる気効果アップを持ってる、はい、もう申し分ない性能なので、で挑戦合わせ確か今のガチャ券でなんか取れたような気もするんで、使える人は使っちゃっていいのかなと思います。それぐらい強いキャラクターなんで、まあね、例えば新高校のデビューガチャで、まあ、新バージョン彼女合わせバージョンが登場したならちょっと話は変わってくるかもしれないですけど、そういうのなければ普通に使えるキャラクターですね。で今までまあ散々固有固有つってきたんですけど、なんで固有が強いのかっていうと、まあ簡単に言うと一つ役割が増えるんですよね、っていうのがめちゃめちゃ強いので、それが唯一無二すぎるんで、まあ初期のフリート高校だと、まあほぼテンプレートキャラクターが、まあ高校固有キャラで固まってるみたいなこともあったんですけど、それぐらいフリート高校って高校固有キャラクターが強いんですよね。なんでこの合わせがね、普通に使えるっていうのはめちゃめちゃ強いですね。この合わせ投手育成の方、フリート高校投手育成の強化ルートだから、2回目の強化ルートで、まあこちらずっと使われてたキャラクターなんで、まあそういう点を含めると、まあ今回も使われてもおかしくないのかなと思います。得意練習率アップ 45% は破格で、登場紹介していなかったんですけど、僕も引いてなかったんですけど、スネークですね、スネーク、コナミドリームコラボで登場したスネークがガードの守備のキャラクターになっているので、普通に使われそうな気がします。めちゃめちゃ強そうですね。それ今紹介するの忘れてたんですけど、まあだからスネークを持ってない人はフレンドで借りましょうって感じですね。で彼女ですね、一択です、ほぼ、はい、こちらキャラのバランス調整が入ったことによって、まあめちゃめちゃ強いキャラクターに、うん、さらに強いキャラクターになりましたね、藤崎しおり。まあこの性能もピカイチですし、ちょっと祝福が被っちゃうのかってちょっと心配ではあるんですけど、藤崎しおりは今彼女キャラクターの中で性能がぶっ飛んでいるので、藤崎しおりは多分フリート高校の彼女枠で使えるのかなと思います。まあね、藤崎持ってない人もいるかもしれないですけど、まあ持っている人であれば、まあ採用一択ですね。正直こいつ以外はありえないってぐらい強そうなキャラクターですね。フリート高校はね、彼女キャラクターっていうのがね必要なんですよ、経験点を伸ばすにあたって。まあ強化があって、まあ使わなくなることもあるんですけど、少なくともね最初は自分は使おうと思うので、藤崎は確定ですね、という感じになっておりました。まあね、強そうなキャラクター増えたんですけど、意外と打撃が増えていなかったり、まあ藤崎が、まあ、ほぼ100でテンプレ内定しているように、まあ何があるか分かんないですけど、まあ明日のねデビューガチャ、まあキャラクター紹介されたら、まあそれ次第っていうのもありますし、まあとりあえずそれまでの紹介って感じでした。まあね、持ってるキャラクターいるのであれば、まあ博士像を使ったり、まあもしくはまあミキサー回さずに温存したりって感じの動きがいいのかなと思います。そしてね、このパープルの日でねもらったガチャ券、まあまだ持ってる人いるかもしれないですけど、この PSR 選択ガチャ券、ここをね、どのキャラに使うのかっていう一つの指針にもできたらいいのかなと思いますね。まあ、例えばアイリスもここで取れますし、で、サイガはさすがに取れないですけど、イロハもね、取ることもできるんで、もしね、当日強いキャラクターがいないって時はここで取るのもありですし、他にもね、まあ、ログインボーナスでもらえたガチャ券で、挑戦合わせがね、取れるようになっているので、こちらで、まあ、挑戦合わせの補充もすることができますし、そういうね、参考にして、
行くのがいいのかなと思っております。という感じでした。まあ皆さんの意見など他にも強いキャラクターがいたらコメント欄でまあどんどん紹介していただけるとありがたいです。ということで次のところでしょう。バイバイ。